ケントロサウルスは、中世代ジュラ紀後期金メリ時期、アフリカに生息していた、県ウ類の草食恐竜で、同時代に生息したステゴサウルスに近縁なぞく。学名は、スパイクのトカゲを意味する。創造図人間との大きさ比較ステゴサウルスに、近縁であるが、大きさ、走行の形状、体の柔軟性において差異が認められる。 大きさはステゴサウルスが体長7.4メートル、体重3500キログラムに達するのに対して、ケントロサウルスは体長2.5から5メートル、体重400キログラムから1.5トンと、はるかに小型である。背中の骨盤はステゴサウルスでは、肘型の骨盤が2列互い違いに配置されているが、 ケントロサウルスでは2列対象に配置しており、さらにその骨盤はヨーロッパのレクソビサウルスなどと同様に腰のあたりからは細く伸びたトゲ状に変化している。ステゴサウルスの骨盤が体温調節の働きを持っていたのに対して、ケントロサウルスの骨盤とトゲの用途はもっぱら、防衛のみだったようである。またケントロサウルスの腰のあたりには湾曲した、鋭いトゲがある。 なおこのトゲについては、トゥボジャンゴサウルスなど中国で発見されている、他の種では肩についていたという証拠が得られているため、ケントロサウルスの復元に関しても見直すべきだという意見がある。オのスパイクステゴサウルスの脊椎骨を特徴づける、腰から尾にかけての脊椎骨の顕著なトゲ突起が、ケントロサウルスにはなかった。 このトゲトッキに付着した強靭な筋肉によりステコサウルスは講子のみで立ち上がり樹木の葉を食べることもできたがケントロサウルスには不可能だったようである。足の他の部分に対する大腿骨の長さの比が大きくこの恐竜が遅くて不活発な恐竜であったことを示す。頭骨については断片的な化石しか得られていないが近縁種からの推定では 頭骨は小さく細長い形態で、歯を失い、代わりに、角質のくちばしを持った噴があったとされる。北アメリカ大陸ロッキー山脈のモリソン類層で、発見されたステゴサウルスと、アフリカ大陸タンザニアのテンダグル類層で、発見されたケントロサウルスが禁煙であるということは、両者の共通祖先が一つの大陸、パンゲア朝大陸に生息していたことを示している。一方で、 両者の相違点は、同じ先祖を持つ動物が分裂したそれぞれの大陸で、別々にたどった進化の上での変化を示している。また、この二層の類似は、ブラキオサウルス類においても顕著である。1909年から1912年のドイツによる、ドイツ領東アフリカ遠征はいくつかの新しい恐れ流種の発見をもたらした。 この遠征に参加した3人の古生物学者の一人で、あるエドウィン・ヘニッヒが1915年に、ケントロサウルスを記載した。ほぼ完全な骨格が復元され、ベルリン大学のフンボルト博物館に展示されたが、博物館が第二次世界大戦中爆撃され、大部分は消失してしまった。ありがとうございます。